よし天井の割れそうなこの大きな声を出してください。天井の割れそう。いや、いいですよ、いい表現です。さあ、それでは本番参りましょう。本番参ります。綾さん、よろしくお願いします。はい、行きます。海町ダイアリー。大変なマスコミの数ですよ、綾瀬さん、はい。これだけ、ね、の方が集まるのも実は初日だからといってそんなに集まるものではありませんから、うん、もう注目度バッチリでございます。ありがたいですね、はいはい。早速初日を迎えたお気持ちなど、皆さんから一言ずつご挨拶いただきたいと思います。まずはじめは、映画の中と同じように本当はしっかり者なんだそうです。長女幸、綾瀬はるかさんです。皆さんこんにちは、綾瀬はるかです。本日はお忙しい中ご覧くださり本当にありがとうございました。今気持ちがいい感じですか？気持ちがいい。はい、短い時間ですがよろしくお願いします。まずは綾瀬さんからですね。撮影中ですね、今回お姉ちゃんを演じるにあたって是枝監督からいろいろとこうキャラクターについてお話があったそうですけれども。はい、幸は3人をまとめる、まず長女で姉でもあり、あと鈴が来ることによって母になる顔もだんだん母にもなっていき、それで椎名さんとのそこはこう女の顔をいうふうに言われて、で、娘であり、4つの顔を取りたいというふうに言われました。そうですね、でも結構やっぱり4姉妹で、なんかこうお姉ちゃんとして厳しくこうみんなを律する感じは結構好きでしたね。好きでした、はい。日頃もそんな感じ？もちろんです。そうですか、わかりました。さて、ここからは是枝監督の演出方法に習いまして、事前に本日皆さんに用意した台本から離れていきたいと思っております。綾瀬さん、大丈夫ですね？はい、大丈夫。ここからの展開は私と綾瀬さんしか知らない展開に入りますんで。はい、大丈夫ですね。まずは綾瀬さん、今日とても朝早起きだったんですよね？そうです。ちょっと待ってください、なんでそこで受けてるの？始まる前から。はい、どうぞ、すずちゃんどうぞ。いや、今の綾瀬さんの顔がなんかすっごい企んでる顔をしてて、ちょっと笑もう顔に企んでる顔出てた。そうですか、はい。じゃあもう一回、綾瀬さん、今日はすごい朝早く起きたんですよね？そうです。はい、なぜ？なぜ？なぜ？そこで、なんでなぜって言うんですか？なぜ朝早く起きたんですか？ちょっとやることが多くて。やることが多かった、はい、ね。で、そのやることが多かったのはもう言ってください。なぜやることが多かったのか。言うんですか？ちょっと待ってください。そこを言う今ね。そう、はい、失礼いたしました。便利なものでしてね、放送上はカットできるんですよね。はい、ということで、さあ、それでは今日朝早かったんですって、綾瀬さん。そうなんです。それはどうして？仕込みがあって、今日ちょっとお誕生日、そう言ってお誕生日ケーキを言っていいですか？はい、なぜですか？どうして？それはですね、私以外ここにいる4人の皆さん6月生まれなんです。綾瀬さんは何月生まれ？3月です。あ、3月生まれ。3月生まれから6月生まれにプレゼントということですね。そう、なんか結構あっさり言っちゃいましたね。結構、はい、大丈夫です、これからです。わかります。これから行きますんで、それでは
結構苦労したでしょ。苦労したんだよね。そうですね、2日にかけてやりました。そうです。では早速、はい、6月生まれの4人のために綾瀬さんが心を込めた手作りの品、はい、どうぞ。イエーイ、おめでとうございます。いや、一度皆さん一緒に最後、せーの、ハッピーバースデー to、 誰も言わんわ、to、 おめでとうございます。ありがとうございます。これ綾瀬さんがご自分でお作りだったんですか。そうなんです、スポンジから焼いて。すごい。はい、これはクリームを朝塗って塗って。後ろにね、写真が出てる。これえ、これ結構時間かかったじゃないですか、綾瀬さん。あのスポンジの生地は昨日焼いておいて、ええ、で今日仕上げに入りました。あら、どこに苦労しました。どこがポイントですか。その海町っぽさっていうので、水色を入れるか入れないかとか、白いだけの方が美味しいんじゃないかと、美味しそうに見えるんじゃないかとか、すごい考えて、はいはいはい、盛り付けが一番ちょっと考えましたね。どこに一番苦労したの、これ。苦労したところ。なんかこれ模様でちょんちょんちょんってやっちゃったんですけど、綺麗にこう丸くクリームをこうケーキが売ってるようにするのにすごい、あと切ったらいちごぎっしり詰めてます。あ、本当。これがね、あのなんていうんですか、タイトルがあって、はい、海辺の朝日、朝4時5時ぐらいのイメージです。これね、太陽的な、はいはい、4時5時まだ出てないじゃないですか、ね、そうそうそう、出る。だからほら、薄いでしょ、色が。グレープフルーツ、なるほど。あの赤いグレープフルーツにしようか迷ったんですけど、この薄い方にしたい。細かいな、細かすぎて伝わらないよ。これは、このちょんちょんは波です。はいはいはい、波だ。波、波だ。よかったですか。綾瀬さんどうですか、自ら作ったお味の方は。なんかついさっき歯磨きして、なんか歯磨き粉とこう混ざっちゃった感じ。すいません、また歯磨き粉のさ、色に近い感じがあるからね。このペパーミントな感じがね、しますけども。そろそろお時間が迫ってまいりました。最後に綾瀬さん代表してご挨拶をお願いします。はい、そうですね、1年間の中で、その四季折々に撮影をしまして、本当にこう当たり前の日々、ご飯を作って食べるとか、こう家族の日々のちっちゃなことだったりとかっていう、ああ生きるってこういうことなんだなって、なんかこう改めて実感するような作品だなと私は思いまして、ちゃんと生きようと。それで、ね、やっぱり映画の中で生きている人たちが本当にこうもがきながらも美しい精神で生きている、そんな海町の人たちにぜひ疲れた際にはまた見に来てください。はい、足を運んでください。ありがとうございました。では海町の皆さんに大きな拍手をお見送りください。どうぞお進みください。